さて、えー、ガストさんにランチにやってきました、えー、ガストの夏コレこれが今のメニューになってますそれではメニュー見たいと思いますまず開けるとインパクトありますよねゴー,ゴーガストカレーゴ,ーゴーガストカレーになってます えー、ライス大盛り特盛り無料ということでこれは気になりますよねいやゴ後カレー美味しいですからねあの煮切った感じの金沢カレーちょっと黒い色したあれ美味しいんですよねさてこちらは、まあ、夏らしいえテキサススパイス焼きのチキンあとこれミックスグリルこれも夏らしいですよね、まあ、ボリュームあっていいですねサイドもこれ充実してるんですよ100円ですからねアジフライとかねそして定番のうなぎですね そして、えー、食べきれない分お持ち帰りできる唐揚げたっぷりな定食もあります。そんな中、選んだのがこちらです。やっぱりメニュー開けた時のインパクトにやられて、えー、ゴーゴーカレーさんの、えー、カツカレーをオーダーしてみました、えー。ゴーゴーカレーさんのカツカレーは、えーまあ、カツカレーというかカツは薄いカツが乗ってるんですよね。食べやすくてカレーによく馴染む薄切りのカツが乗ってるんで、その、このカツカレーをオーダーしてみました。 それではえオーダーして10分ぐらいですかねやってきました配膳ロボットが持ってきてくれたこちらがえゴーゴーガストカレーえゴーゴーガストカレーのカツのせいですいやもうねいい香りがしてますよコクのありそうなえ香りがします家族はえ唐揚げたっぷりなえガスト唐揚げの定食です唐揚げ10個乗ってますこれも美味しそうですよねそれではゴーゴーガストカレーいただきますえまずは この端っこのあたりのライスにカレールーがちょこっとかかったこのハーフハーフこんな雰囲気のあたりをいただきますああやっぱりゴーゴカレー美味しいですねこの煮切った感じの黒いカレールーのコク半端じゃないですよねもうねえっと、ライススプーン一杯でご飯一杯ぐらい食べれそうなくらいコクがありますねこれとっても美味しいですよそしてこれが薄切りのカツですね そう、ゴーゴーカレーさん本当にあの、カツ薄いですから、ガストさんもちゃんとそれを再現してて、いい感じに仕上がってます。で、カツを眺めた後、一旦置いてから、えー、ゴーゴーガストカレーの薄切りカツいただきます。あ、いいですね。食べやすいんですよね。薄いから、歯切れがいいんですよね。そして、カツからのこの、 えー、ライスにカレーがかかったこのハーフハーフこれたまんないですねいやほんとこのカレーはご飯が進みますよねなんであの食欲のない夏とか、えー、には、まあ、私はそういうことはないですけど、えー、っとこの暑さで食欲がない時とかもこのカレーは食べれるかもしれないですねそして、えー、ゴ5カレーさんといえば千切りキャベツですよねガストさんもちゃんと、えー、お皿の中にサラダ、えー、キャベツを入れてくれてます この千切りキャベツにカレールー絡めて食べるとこれもまた美味しいんですよご飯と同じぐらい野菜がガンガン進んじゃうんですよねいやとっても美味しいですガストさんのゴーゴーガストカレーとっても美味しいのでおすすめですそれではご覧いただきありがとうございました是非チャンネル登録よろしくお願いします失礼します